かなり多くの大量のミサイルが今上空を飛んでいます。イランが1日イスラエルに対して行った弾道ミサイルによる大規模攻撃。イランはイスラム教シーア派組織ヒズボラの指導者らが殺害されたことへの報復だとしていますが、イスラエル軍のハレビ参謀総長は2日反撃する構えを強調しました。我々は反撃する。重要な標的を発見し正確に攻撃する方法を知っている。イスラエルのネタニヤフ首相はこの日関係機関のトップと協議、反撃の時期や内容について話し合ったとみられています。イランの石油生産施設を狙う可能性も伝えられていますが、どのような攻撃が考えられるのでしょうか。人的被害を少しでも抑えようとする攻撃になるんじゃないかなというふうには思っています。